失礼します。よし、鶏卵うどんです。鶏卵締めのうどんですね。唐揚げです。唐揚げいいね、揚げたて。うわボリュームやばいねこれ。生まれも育ちも京都のおっさんが京都をメインにたまに全国各地でうまいものを紹介する元祖京都食レポチャンネル、チャンネル登録お頼申します。いよいよ本日で G 麺シリーズ最終回第4話感動の最終回がやってきた。今日はねあそこにある G 麺の1号店、もう俺がね昔ねもう20代の頃キャバクラでベロベロに酔った後ようでカレーうどんとか麺類食べて一回飲んだ思い出の場所ですわ。そこを最後に撮影できるほんま感謝です。場所はねこちら立成ガーデンヒューリック京都、はい、ちょうど宝くじあたりかな、はい、その辺を南に行ったところにあるんやけど、はい、今から乗り込みます。ということで京都へ追い出すのミスター京都アキです。最終回です。今からね乗り込んでくるよ。またね日にち上げて、撮りますけども、まだねもんじゃ焼きとか、撮りたいもあるんで、はい、まだこれからも G 麺よろしくお願いしたいと思います。ということで今から向かっていきたいと思います。そしたら行ってくるぜ。ゴー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 リゴー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 、行ってきます。よっしゃ、ということでよやってきましたよ。このビルです。このビル昔ねもう暴露するけど、このビルの2階にねローファーズっていうね女子高生キャバクラがあってね、よう通ってたんですよ。3時間1万円、1時間5000円、よう通ってた。でそこでベロベロにあった後に来るんですよ。はい、この1階ここです。G 麺ここなんですけど、いやもうほんま何十年ぶりっすよ。 G 麺最終話行きます。こんにちは。こんにちは。よろしくお願いします。よろしくお願いします。いや超久しぶりっすよ、ほんま何十年ぶりっすよ。はい、ここでバカしてたわけですよ、若かりし頃。店長、店長、はい、店長、今日はよろしくお願いします。はいはい、よろしくお願いします。もう夜中で、夜中に飲める居酒屋としてはかなり安いです。はい、もうカレーうどんは1回目に紹介したから、今日は別のものを紹介させていただきますんで、はい、はい、失礼します。はい、生ビールです。ありがとう、来ました生ビール400円です。よっしゃ、このグラス見てください、ごっついよこれ。はい、いただきます。はい、ということで、ね、久しぶりですわ、ほんまに。20代半ばぐらいだから、30、もう20年弱、はい、ぶりですね、はい。ということで、感動の最初は、ナウィル、400円、いただきます。2杯目プレーン。
フレンソーチューハイ380円。ほんで本日の第1品目来ましたよ、トンペイです。見てください、もうトロトロ半熟、この下にあの滴る半熟卵500円です。楽しみですね。そしたら割っていきますけど、うわ結構ね中に具がたくさん詰まってますよこれ。おしっかりね豚肉が詰まってるよこれ。いやいいねこれ、半熟卵と豚肉のコラボレーションです。よっしゃ行くよ。見てください、焼きたてトロトロいきます。うんまっ、うわこれはいいね。あのねソース味です、ソース味、ソース味で焼き上げられた豚肉がこのトロトロ卵の中にしっかり詰まってる。いや最高ですよこれ、もうビールが進んだです。ブラックペッパーみたいな香りもしますね、うまい。うん、最高です。はい、トリセセリです。トリセセリいいねこれ、これもまたいい当てじゃないですか。トリセセリですよ、500円来ました。いいですねこれ、もう先が確実に進むでしょ。もう麺類が出来上がる間にねこういうのをつまみながら飲んで、締めに名物の麺類をいただく、これが美味しいんですよ。はい、ということでいただきます。一味唐辛子これを振る。ネギとしっかり絡めて、うわいただきます。最後じゃタレの味付けも濃いめで、ほんでセセリもねコリコリで、もうこれはねプレーンが進むこれ。唐揚げです。唐揚げいいね、揚げたて、うわボリュームやばいねこれ。これおいくらですか？500円。これでこのボリュームやばいやろこれ。500円です。はい、見てこれ、これで500円ですよ。おかしいでしょ料金、もう深夜営業されてるお店としてはかなり安い。ほんまに10個弱入ってると思う。よし、行きます。まずはそのままで行くぞ、男食いじゃ。うんまっ、うん最高じゃ。この中のね、鶏肉もふっくらもちもち、ほんで外がカラッと揚がってて超ジューシーな唐揚げです。マヨネーズをつけて、何個でも食えばうますぎる。はい、失礼します。よし、鶏卵うどんです。鶏卵締めのうどんですね。はい、鶏卵550円ですよ。もう京都流のね、そのあんかけの出汁に、あの最後卵とじ、これがね京都流の鶏卵丼。それにね G 麺の自家製麺ですよ、このツルツルの。おら見てくださいこれ、これもう締めにはバッチリですよ。でそこに唐辛子を投入してですね、しゃあいくぞ。いや感動の味っすよほんまに、もう酒にも合うし飲んだ後にも合うし、いやほんまにね昔よくいただいた G 麺の麺を今になっていただく、ほんま感動じゃないですか。
で味もね、どっちかやったら濃いめなんですよ。もうがっつり男子にはもってこいのスープです。うん、ちょっとね、今日はね、これ危険かもしれないですけどね、いくぞ、メンバーゲームじゃない。無理です店長、ごめん、無理無理です、さすがにあんかけ入ってて、これはね、熱いのもあるけど滑んねえ、あんかけで言い訳になるかもしれんけど、ほんま、いやこれね、でも自家製麺、これほんまにね、半端なくうまい。俺が今までね、もう京都のうどん食った中でこの麺、ほんまにうまい。もうね、スープにね、生姜も効いて、ほんまに京風の美味しい出汁なんで、皆さんぜひ食べに来てください。最高です。出汁もうまいし、麺もうまいし、あてもうまいし、ね、もう皆さんぜひね、こちら、元祖ジーメン、来てください。間違いない。ということで、スープも全部いただいてお腹いっぱいです。ごちそうさまでした。ほら、ということでごちそうさまでした。いや、超久しぶりにね、Gメンさんの1号店寄せていただきましたけどね、ほんまに食べ物もね、うまい、飲み物も最高、ほんまうどんが最強にうまいんでね、ほんま皆さんぜひ来てください。もう飲んだ締めにも、これから飲む方でも、ほんま安くて美味しいお店なんで、はい、皆さんぜひよろしくお願いします。もう社長もね、僕と昔から仲良くしてる方で頑張っておられますんで、ぜひお越しください。ということで、ごちそうさまでした。それではチャンネル登録よろしくお願いいたします。ご視聴ありがとうございました。ご視聴いただいてる皆様、お願いします。今日は20代に戻れたぞ、ありがとうございました。はぁ、あ、酔っ払いました、ありがとうございました。社長もありがとう、ありがとうございました。まだ行きます。